Welcome back to Let's Play Trails in the Sky. My name is Karsten. Let's actually take a look at Chloe here. As far as status goes. He actually has decent equipment there now. For the moment. Now, what does she have here? To heal. Mine two. You can cut. Defense two. And hers is all in one chain, too. Wow. If we swap this out for. Guess we'll just leave that as is. Are there any weapons for her available? Yes. That's quite a boost for. I think I'll actually get this. If I get that on Joshua, then this defense will go from 82 to 97. RIP my wallet, though. That's not it. It's down here. Oh, gokurou-san. Dou yara otoko no ko wa buji tasukerareta rashii na. Um, nantoka ne. Sore yori mo odoroita wa yo. Ano akage otoko ga kuru nda mon. Agatto no koto ka. Bekken de Ruan ni kita tokoro wo 無理やり頼んだってわけさ。なんせ奴はレイヴンのリーダーを務めていたからな。やっぱりそうでしたか。道理で柄が悪いと思ったのよね。と言っても昔のことだけどね。君たちくらいの年齢でこのルーアンに流れてきてね。荒っぽい連中を引き連れて。ずいぶん暴れてくれたもんさ。あの頃に比べたら今のメンバーは可愛いもんだな。そんなやつがよく遊撃士になったわね。まあある人と知り合ったのがきっかけでね。それから遊撃士を志して今じゃすっかり若手のホープだ。人間変われば変わるもんだよな。余計なおしゃべりはそのくらいにしておけっての。あ、帰ってきた。人がいないのをいいことに好き放題言いやがって。相変わらず人食ったやつだ。褒め言葉として受け取っておくよ。
それよりも取り調べは済んだのかい？ああ、一通りな。絶対とは言い切れんが、多分あいつらは白だろう。本当に？まさか昔の仲間だからってかばってるんじゃないでしょうね。アホ、見くびるんじゃねえ。昨日の夜、船員酒場で飲んだくれてたって証言もある。そして酔った勢いだけじゃあんな周到な放火はできん。そういうことならとりあえず保留にしても良さそうですね。それに放火までするほどの度胸がある人たちとも思えない。確かに生きがってるだけって感じよね。まあ、あいつらには俺が睨みを聞かせておくさ。犯人探しをするついでにな。事件の調査は俺が引き継ぐ。お前らには手を引いてもらう。納得できる説明を聞かせてもらえますか？お前らは市場を挟みすぎなんだよ。遊撃士に限らず情が絡むと判断力は鈍るもんだ。ったく、ただの民間人を戦闘に巻き込みやがって。あ、すみません。私、あんたが謝る必要はねえ。こいつらの心構えの問題だ。要はプロ意識が足りねえのさ。なんでそこまで言われなくちゃいけないわけ？なんと言われたって私たちは院長先生と約束してるんだから。おいジャン、正遊撃士と準遊撃士が同じ任務内容を希望した場合、規約で優先されるのはどっちだ？やれやれ、分かっててそれを聞くかい？言うまでもなく正遊撃士さ。僕たちもそれなりの戦力にはなると思います。せめて手伝いくらいは。ただの調査に人数は必要ない。話は終わりだ。悪く思うんじゃねえぞ。何様のつもりよあいつ。悔しいけど彼の言い分は間違ってはいないからね。反論できないのが辛いな。本当にすみません。私が剣を抜かなかったら。それは関係ないってば。まったく、ことあるごとに私たちを目の敵にして。まあ悪気はないからどうか多めに見てやってくれ。不器用なやつでね、あんな言い方しかできないのさ。それにどうやら今回の件、奴が追っている事件と関係があるかもしれなくてね。え？アガットさんが追っている事件？詳しいことは話せないが、犯人探しは奴に任せてほしい。僕の方からもお願いするよ。そんな。そうですか。
ではこれまでの捜査状況を報告しておきます。ああよろしくお願いするよ。うん、よく調べてくれたみたいだね。でもさっき言った通り今度の件にはいろいろと事情があるんだ。申し訳ないがこの報告で捜査は終了とさせてもらうよ。でも院長先生とあの子たちのために何かしたいと思ってたのに、こんなのって。エステル、エステルさん、あのジャンさん、遊撃士の方々というのは民間の行事にも協力していただけるんですよね。ああ、内容にもよるけど、王立学園の学園祭なんか大勢のお客さんが来るからうちが警備を担当してるしね。でしたらエステルさん、ヨシアさん、その延長で私たちのお芝居を手伝っていただけないでしょうか。え？それってどういうこと？毎年学園祭の最後には行動でお芝居があるんです。あの子たちもとても楽しみにしてくれているんですけど、とても重要な2つの役が今になっても決まらなくて。もしかして、その役を僕たちが？はい、このままだと今年の劇は中止になるかもしれません。楽しみにしてくれているあの子たちに申し訳なくて、そこで昨夜学園の生徒会長にお二人のことを話したんです。そしたらすごく乗り気になって連れてくるように言われて、あまり多くはありませんが運営予算から謝礼も出るそうです。どうして私たちなの？自慢じゃないけどお芝居なんてやったことないよ。片方の女の子が演じる役が武術に通じている必要があって、エステルさんだったらうまくこなせると思うんです。なるほど。武術だったら結構自信はあるかも。確かにぴったりだね。それでもう一つの役は？私の口から言うのは、言うのは恥ずかしいです。それってどういう意味？もうよしあってば、しつこく聞くと嫌われるわよ。お祭りにも参加できるし、あの子たちも喜んでくれる。しかもお仕事としてなら一石三鳥ってやつじゃない。こりゃやるっきゃないよね。ちょっと待ってよ、ジャンさん、こういうのもありなんですか？もちろんありさ。民間への協力、地域への貢献、もろもろ含めて立派な仕事だよ。アガットが来たおかげでそれなりに余裕もできたし、よかったら行ってくるといい。やったね。はあ、
なんだか嫌な予感がするけど、あの子たちのためなら頑張らせてもらうしかないか。ただ他に用事があるんだったら王立学園に向かう前に済ましておいた方が良さそうだね。劇の手伝いをするとなったら他のことをしている暇はなさそうだし。なるほど、確かにそうかも。ね、クローゼさん、ちょっと寄り道することになるかもしれないけど、いいかな？あ、はい、私のことは気にしないでください。ちなみに王立学園の場所ですけど、メーベ街道に出て最初のサンサラを東に向かった林道の先にあります。うん、わかったわ。それじゃ、レッツゴー。 All right, before we do that, we got new stuff. Bunch of new stuff. Okay.Here. We've got. ソームズさん、私たちギルドから来たんだけど。おっと、整備用カバンの件だな。ちょうど待ってたところだぜ。どうだ、すぐにでも行けるかい？よっしゃ、それじゃあ早速ブツを受け取ってもらおうか。ブツ？重いからな、気をつけろよ。結構でかいだろ。交換用のオーブメント部品から工具一式まで必要なものが全部入ってるからな。バレンヌ灯台まで運べばいいのよね。ああ、そうだが、必ず灯台森のフォクト爺さんに直接手渡してくれよ。かなり高価なものだからな、くれぐれも気をつけてくれ。いや、それにしてもジャンのやつから聞いてはいたが、正直これほどとは思わなかったぜ。お、何が？あんたたちのことさ、生きがいいとは聞いてたが、こんなに若いとはな。生きがいいって魚じゃないんだから。でもな、ここまで若いとさすがに少々心配だな。うん、ちょっと若いからって甘く見ないでよね。ああ、いや違うんだ、そういう意味じゃなくて、フォクト爺さんがどう思うかなってことなんだ。ああ、なるほどね。なんだ、爺さんのことを知ってるのか。うん、確かにいろいろと大変だったわよ。まあ、お世話になったってことに。その口ぶりだったら大丈夫だな。言いたいことは分かってるみたいだ。ただ爺さんの気持ちも分かってやってくれよ。灯台森は孤独な仕事でな、偏屈になっちまうのも無理はないんだ。
航行する船にとって灯台は命綱のようなものですから。灯台守というお仕事はとても責任のある役目なんです。そっか、大変な仕事なんだね。じいさんが漁師をしてた頃はよくラバンタルで飲んでたな。でも今は灯台暮らしだから、あそこの名物カクテルもめったに飲めないってもんよ。まったく大変な話さ。本当は差し入れでも持ってきたいんだが。おっと、さすがにおしゃべりが過ぎたな。まあそういうわけだ。じいさんに何か言われても気にしないでくれよ。うん、わかったわ。それじゃあもう行くけど、まだ他に何かある？いや、もうないぜ。質問や仕事をキャンセルするときはまたここに来てくれよ。じゃあな、頼んだぜ。All right, now that check on the chapel for that one. Let's see if I can do multiples of these at the same time, just.この間の。お久しぶりです。おお、なんだ、砂浜で会った人じゃない。ジミーって呼んでくれ。この前は本当助かったよ。改めてお礼を言わせてくれよな。で、今日は掲示板を見てきたんだろう。うん、そうだけど、なんでこんな場所で待ち合わせなの？だってここなら目立つだろう。それにいつまでいてもミラを取られないからね。遊撃士に依頼を出すだけでも結構な出費になるからさ。じゃあ早速依頼の話をしましょうよ。掲示板にはなんか楽しそうなことが書いてあったけど。はっきり言って期待してもらって構わないよ。実はね、最近とんでもない古地図を手に入れたんだ。なんとその地図は。その地図は大海賊シルマーの残した宝の地図だったんだ。びっくりって驚いてみたけど、その大海賊なんとかって何者？シルマーを知らないって言うのかい？信じられないよ。それでもルーアン市民かい？人を勝手にルーアン市民にしないでよ。シルマーというのは確か100年ほど前にルーアン周辺を根城にしていた海賊ですよね。そうだよ、君は偉い。さすが王立学園、伊達に制服可愛くないよね。クローゼさんすごい。もうエステルさんまでそんなにおだてないでください。聞きかじって覚えていただけなんですから。君たちに依頼したいのはそのシルマーの財宝の捜索さ。まずは地図に記されてる目印なんだけど、この前僕がいた場所を覚えてるかい？ほら、砂浜の中の窪地のような地形さ。メーベ街道のちょうど中間あたりですよね。その通り。宝の地図にはあの窪地が目印として描かれているんだ。
それでこの間はあんなところにいたのね。そう、そういうこと。現地調査をしてたんだ。窪地を見つけて、さあこれからって時に魔獣どもが現れちゃってね。まあだから今回はプロにお願いしたわけさ。で、その窪地の次は？うん、地図では窪地から南東の方角に罰印が書いてあるんだけど、これってどう考えても財宝の隠し場所だと思わない？なんか本当っぽいわね。あっと、そうだ、ちゃんと手帳にメモしとかないと。じゃあちょっと整理してみますけど、窪地から見て南東、このルーアンのある方角の砂浜を調べるってことですよね。つまりそういうことだね。うん、見事なまとめだよ。それはどうも。でも見つかるかな。今のところの手がかりって窪地から見て南東ってことだけよね。ええ、砂浜は広いですし。確かにちょっと情報不足かな。おおおお、みんなして不安を煽らないでくれよ。メーベ街道沿いの浜辺をくまなく歩いてくれればきっと見つかるはずなんだ。要するにしらみつぶしの体力勝負ってこと？得意でしょ、エステル。ま、苦手とは言わないけど、もうちょっとね。効率は悪いけど、それしか手はなさそうだ。街道沿いの浜辺をひたすら歩くしかないね。仕方ないわね。じゃあ成果があったらまた報告に来ます。頼んだよ。財宝を見つけたら山分けだ。OK。So where is this person? Something. Maybe at a restaurant. Maybe they're at a restaurant. Let's see. Yeah, actually, it could be out here. Let's see. That's not you.
Doesn't really say. This is in the same direction. Really not sure where this person would be. Now let's check the South District. That's the mayor's residence. What's this? Is. Well, let's take care of the ones that we know. Oh hey.
probably get at least one of you done. Only if I get a preemptive strike. That apparently was not. There we go. Got a crit bonus. I'm not sure. We'll just do this. Area. Take you out anyway. Do you have... Yeah, explodes when defeated. So... Let's try that. Oh, hi. Didn't see you there. Yeah.
good to go. All right, but isn't helping out with figuring out where this treasure's supposed to be. Well, let's deliver the stuff to the lighthouse. Sure, that's not the big treasure we were looking for, but it's something.早速ご依頼の件ですけど、護衛ということでしたよね。ええ、そうなんです。叔父の護衛をお願いしたいんです。クローネ参道に行くそうなので。クローネ参道ね。あ、そっか、ボスまで行くのね。いえ、そうじゃなくて、クローネ参道に行きたいそうなんです。え、どうして？クローネ参道に何しに行くわけ？珍しい山菜を探すとかそんなこと言ってましたけど、ごめんなさい、私も叔父の言うことってよくわからないの。うん、そうですか。それならご本人から聞いた方が早いですね。ええ、そうですね。ちょっとお待ちください、すぐに呼んできますから。掲示板を見たときは簡単そうに思えたんだけど、なんか雲行きが怪しくなってきたわね。クローネ参道はとても危険な場所ですよね。そんなところにわざわざ出向くなんて。そうだね、とにかく本人に事情を聞いてみないと。あ、来たみたいよ。あれ、おじさんは？それがもう出発してしまったみたいなんです。出発したってクローネ参道にですか？ええ、多分そうです。皆さんが来るまで待つようにあれほど言っておいたのに。もうおじさんたら、どうしてこう勝手なのかしら。心配よね。クローネ参道に一人っきりだなんて。特に暗くなると危ないからね。なんとか日没前に帰ってきてくれるといいんだけど。はあ、ごめんなさいね、わざわざ来てもらったのに無駄足にしちゃって。ううん、気にしないで、私たちのことはいいのよ。本当にごめんなさい。
叔父が帰ってきたらきちんと言っておきますから。All right, well, we're actually going to take a break here and continue heading up north doing these errands after that. I hope you have been enjoying. If you have, likes and comments, of course, very much appreciated. Subscribe for more if you haven't already. Thanks for watching, and have a good day.